さあ今日は背番号18番鵤誠司選手が来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日たくさんの方がこのスタジオ前に集まっていただいたんですけど、はい、久しぶりですよね。久しぶり見ましたね。何年ぶりですか？いやもうコロナの前からなんで3年とか、ね、はい、それぐらいだと思いますね。はい、すごくあの鵤選手に似てるファンの方も一人いらっしゃったってね、スタッフの方がおっしゃったんですけど。あ、そうなんですか。はい、ちょっと今たくさんいて、はい、確認できないんですけどね。はい、あの鵤選手前回来ていただいた時には結構迫力のあるアイロンパーマだったんですよね。はい、その日に美容室に行ってきたという日だったんですけど、はい、今は髪型どんな風になってますか？今あの普通のパーマです。普通のパーマ、あのくるくるパーマみたいな、本当はあのボルサリーノパーマって言うんですけど、はい、あのはい、ちょっと新しい髪型したくてそれにしちゃう、まあでも1ヶ月ぐらい前かな、からその、なんかその髪型を変えると服装とかもまた似合う服装とかで変わってきそうな感じするんですけど、そんなことあったりします？いや、それはあんまり気にしてなかったですね。お、はい、じゃあ髪型は結構頻繁にチェンジされて、まあ、頻繁にあんまり変えてないんですけど、はい、ちょっとしてみたいなと思ってやってみただけです、うん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 、へえ、1ヶ月ぐらいね経ってるということで、今ねオフ中ですけれども、はい、毎日そのどんな風に過ごされてるのかって気になるんですけど、まあ、基本的には時間を持て余してますよ時間持て余している。はい、結構前にあのお越しいただいた時にはサブスクとか、はい、漫画がお好きだって話されてましたが、はい、そういったものは見たりとかしてますか？いや、基本的には見てますね、はい、漫画はでも新しいのを読もうとはしてないんで、うんうんうん、新たにこう新しいのはだからこう新刊が出るのを待ってる、楽しみに、はい、ずっと待ってる状態なんで、はい、あの時間が余ってますね。余ってしょうがないと一日長いですか今？一日長いですね。朝起きる時間とか夜寝る時間っていうのはシーズン中と変わらないですか？いや、朝もう早くなってますね。え、何時ぐらいに？はい、7時ぐらいにはもう目覚めちゃいます、ね、早いですね自然と、はい、なのにやることない、最悪ですよねどうしてるんですか朝の時間も？じゃあいや、もうずっとあのぼーっとしたり何かこう新しく始めたいこととかはあるんですか？いや、特にはないですね。でも、まあ、いろいろやりたいなと思うことはこうあるよ、あるような気がしますね。うんうんうん、気になってるものはちょっと、はい、まあ一瞬やりたいなと思う、実際やるかはあの分かんないですけど、はい、そういうのってありません？これやりたいなみたいな思うけど、うんうんうん、実際はやんないみたいな。あ、ありますね、はい。ちなみに最近思ったもので言うと、なんだろうな、まあ、ピラティスとかそういう、はい、あとこう自己投資、自己投資、はい、いろんなこう なんて言うんだろうな、ヘッドスパとか行ってみたいなとか思う、足つぼマッサージ行きたいなとか。だいぶ癒されたいんですね、はい、そうなんですよでも思うけど、はい、実際は、はい、行ってないです。へー、じゃあちょっと何かあのやってみたらぜひそれも教えてください、はい、さてあの現在ね、あの今シーズンの CS も行われている真っ最中ですけど、ご覧になったりはしてますか？はい、見てます、うん、あのこう毎回出ていた場所でもあるので不思議な感覚だったりはしますか？あ、でも不思議な感覚はあんまりないですね、うんうん、普通にあの試合を見てるっていう感じですかね。へー、あのちょっとね、今日のあの番組のメッセージテーマが影響を受けましたでお送りしているんですけれども、あのちょっとバスケットボールを始めたきっかけとか、なんかこう最近影響を受けたことなんかもお聞きしてみたいんですけど、まあ、バスケットを始めたのは小学校、兄の影響で始めたんですけど、はいはい、はい、影響を受けた始めた、最近影響はあんまり受けないですね。うーん、ですね。じゃあね、このオフの間もね、何かこう新しい趣味とかね、はい、使うといいですね。はい、長いですね。長いですね。はい。さて、あの先週末20日土曜日にはブレックスアリーナ宇都宮でファン感謝デーが行われまして、チーム対抗戦などもねあって、すごく会場盛り上がってましたけれども、はい、声出し OK のファン感っていうのも久しぶりですよね。めちゃくちゃ久しぶりだと思います。うん、それこそ3年ぶりとか。はい。
どんな雰囲気でした、声出しっていうのは会場で。ファン感ですか。はい、普通に楽しい空間が流れてましたし、うん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 、なんていうんですか、ミニゲームみたいな、はいはい、なんかいろいろやらせてもらったんですけど、はい、それをやるのは僕がこうブレッツに入ってから初めてだったので。意外ですね。はい、はい、なんで楽しい雰囲気時間でした。結構その他のスポーツの競技も盛り込んだゲームでしたけど、はい、それはどうでした。いや楽しかったですよ。はい、北川選手が一番、はい、印象に残ってます。印象に残っているということでね、はい、ぐるぐるバットのところですか。あ、そうです、そうです、はい、ぜひこちらまだ見られますもんね、動画で、はい、はい、気になった方ね、見ていただきたいなと思います。さあ、ちょっとシーズン振り返りますと、今シーズン全試合スタメン出場を果たした鵤選手、まあ、惜しくも CS 出場とはなりませんでしたけれども、もう終盤の戦いっていうのはなんかバスケそのものの面白さを教えてくれるような、ワクワクするような戦いだったなと私個人的には思っているんですけど、鵤選手から見てどんなシーズンになりましたか。うん、まずこう全試合出場したのが初めてかな、うん、多分だし、まあこう CS に出れないとかいろいろこう悔しいシーズンではあったんですけど、はい、まあ、こうシーズンを通してこうまたこうファンの皆さんが応援してくれるってい う, こう再認識できた、うん、なかなか勝てないのにアウェーでもホームでも変わらずどこでも応援してくれるってい う, うこう ありがたみを感じるシーズンだったなっていうふうに思います。そうですよね。鵤選手といったらこう個人のスタッツよりもチームのために、ね、こうチームの勝利を最優先に考えていらっしゃる印象なんですけれども、昨シーズンと比べるとスリーポイントが20本以上で総得点数が100点以上伸びていますけれども、ご自身のパフォーマンスを振り返るとこのシーズンはどんなシーズンでしたか。いやでもあんまり自分としては納得いってないし、あ、はい、この、はい、20本以上100点っていうのは多分試合出てる試合数が多いから だけだと思います。いつもね安定したプレーを見せてくれていたという印象でした。声出し応援解禁後っていうのはこう会場もものすごい声援がありましたけれども、やっぱりそういった声援っていうのも特に終盤だったと思うんですが、選手の皆さん感じてこう力になりましたか。はい、うん、ものすごくなりましたし、まあシーズン終盤であんまり試合数はあんまりこなしたなかったですけど、こう心が震えるっていう感覚をこうまたこう思い出しましたね。うんうんうん、改めて振り返ると今シーズンのブレックスどんなチームでしたか。まあ、今シーズンだけに関わらず、毎シーズン選手がいろいろ変わってるんですけど、うん、本当にこうチームとしてこう集団として戦ってるチームだし、すごくチームワークはいいと思います。はい、本当に素敵なシーズンをありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。それでは最後に今シーズンも共に戦ってくれました、今日もスタジオ前たくさん集まってくれたファンの皆さん、動画もね見てくださっているファンの皆さん、ラジオ聞いてくださっているファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、本当に今シーズン応援ありがとうございました。まあ結果としては残念な結果には終わってしまったんですけど、シーズン通して本当にファンの皆さんのこう応援っていうのをすごく力になって、最後までこう選手全員戦い抜くことができたと思っています。本当に感謝したいです。ありがとうございました。今日のゲストは背番号18番鵤誠司選手でした。今シーズンお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてありがとうございました。以上 GO! GO! ブレックスでした。 GO! ブレックス、ありがとうございました。